こんにちは、絶生体、えー、の動画の時間になります。今回も、ね、音声の方が、ね、やっぱり、ね、綺麗に撮れてなくって私の解説で始めていこうかなと思っています。今回、ねえー、お母さんと娘さん2人で来てくださって、えー、お母さんの叫び声も、ね、結構、ね、いい感じで入ってるんですけどね。音声が、ね、やっぱりまたおかしくってマイクの加減かな仕方がないほら痛そうな感じでされてるでしょああの。 痛い痛いって言ってくださってるんですけどもね音声聞かせてあげることができないのがほんと残念残念ですふくらはぎね「痛い」って言ってねギャーギャー言ってくれてるんですけれどもねこれを聞かせられないのが残念ほんとに残念 <laughs> まあまあまあ言ってもね音声ごぼごぼ風の音が聞こえるような感じだったので仕方がないんですけれどもね、えー、皆さんもね楽しみにしていただいたとは思いますけれども、まあ、ちょっと今日はね若い人の、えー、痛がってそうな雰囲気だけをつ ね、見てもらっていければいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、皆さんね、この新しい方法をね、今回からね、モンドステータイマックス2っていうやつで撮影する動画になってますから、この次もね、あのー。 楽しんで見ていいただければいいんじゃないかなまあまああの何マックス2も公開してますから受けた人とかはね当たり前にこんなに痛いんだ先生何考えてるんだっていう風なね感じですよね。まあもうねこれからもね動画ね解説していきますからマックス2とはふくらはぎまあ足の筋肉っていうのは、えー、まあ何て言うのかな まあふ,ふくらはぎ太ももとあるんですけど太もも太ももの部分っていうのはうちの店は前までは,、えーはえー、後ろの筋肉と内側の筋肉ハムストリングと内側抗筋しか緩めていなかったのを、えー、外側抗筋と大腿直筋もしっかり緩めていってそれで腰痛とか えー、膝板に効かそうっていうのが、まあん絶生態ックス2の進化の加減なんですよね。これねあのメンバーシップ用の動画でね語ってるんですけれどももうちょっとしたらね皆さんにもね、えー、その動画も見ていただけるんじゃないかなと思います。で、えーっとまあ、その4つの筋肉をしっかり緩めていくとやはり4を。 4方向の軸にある筋肉をしっかり緩めていくことになるのでやっぱりね思った以上に背,背中とか腰痛に効果的なんですよね以前も来られた方でブロック注射打ったけど先生結局疲れが取れない痛みが取れなくてまて、あ、腰の痛みねで腰の痛みが取れなくって先生のところやっぱり痛いけど確保してきてました」みたいなんで来られてでも門前整体態マックスを受けられたら。 終わった後は劇的に「え全然違いますよ先生え普通に立てるしまあそれはあの何ペインクリニックの注射のおかげだろ」みたいな言いながらもやっぱり筋肉をしっかり緩めてあげるっていうことがねやっぱり効果的になってくるみたいですね。 でいやペインクリニックで打たれて痛みがなくなるっていう考え方も私尊重しますから全然いいんですけれどもやはり痛みを止めるだけではなくてやはり全部の筋肉が疲れが溜まっている場所っていうのをしっかりとやっぱり緩めていってあげるっていうのがやっぱり効果的なんだろうなって最近ね20年ぐらいいやってきてき思います。ですからねこの動画見ていただいてねあの、何 えっと施術する人なんかはね私の動画の、ねえー、やつでパクっていただければ全然構いませんからそれで「門絶整体だ」なんとか言ってねやっていただいて周りの人たちが「 何幸せになるようになってねしていただければ、ね、最高だと思いますでこの方もねやっぱりね話戻りますけどやっぱり痛そうですよねこの手の痛そうな感じやっぱりね今もん絶世帯 MAX2 について解説しましたけどふくらはぎっていうのもやっぱり痛いんですよねどこの先生かお医者さんか忘れましたけれどもふくらはぎを揉めば健康になりますっていう本があったりしますやっぱりねね足足なんですよ、ね足を とかをしっかり緩めてあげるとやっぱり人間の体ってねよくね、えー、血行が良くなりますし全体的に楽になられますで、えー、やっぱりね、えー 人間の体は70%の筋力が足に集中してますからそいつをねねやっぱり緩めてあげることなんですよ、ね、で筋トレなんかされる時もねやっぱり足をしっかり鍛えてあげるっていうのがやっぱり効果的ですしトレーニングする時っていうのも、えー、走り込んだりとかね何ていうのう足元をしっかり固めるようなことをしてあげるとやっぱりね効果が上がるんですよねだって上の筋肉がいくら、ね、あったとしてもねそんなできませんから。 まあ、あのやっぱりね当店ねうちの店ねあまり大きく行ってませんけれどもプロ選手プロスポーツ選手の方とかも結構見ら来られるんですけれどもやはりね、えー、皆さん不調が出やすい場所っていうのはふくらはぎではなくて、えー、股関節の近辺とか、えー、っと外側口筋の辺りですよねでその辺りがねよくね痛みが出られたりとかする人が多いかな。 股関節とあとですよ、ね、マラソンとかね、えー、何マラソンじゃないな、えー、何だったっけ <laughs> えちょっと忘れてた山走るやつトレランかトレランとか走る人とかも結構来られるんですけどもやっぱりね皆さんねその股関節をしっかりとね緩めてあげるのとかあと負担が出やすいところっていうの,あの何 え、前脛骨筋今から押さえるとかね。前そうそう、ここの前脛骨筋この辺とかも押さえてあげないと。やっぱりね。しっかり緩みにくいというかね。この辺がやっぱり外側の筋肉が悪くなる人っていうのは多い気がしますね。なのでやっぱりね。足のね。ふくらはぎのね。外側とかね。このふえー、何。 膝裏とかもしっかり緩めてあげるとね本当に効果的なので、えっと、何スポーツされてる方とか足のまあ、ま、疲れがたまる人はそこの辺をマッサージ感とかでガン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 緩めてあげてほしいわけですよねぜひぜひ皆さんそんな感じで緩めてみてくださいねでこのやつほら痛そうでしょこれが毎日ね本当はね音声聞かしてあげたいのが残念あまあ残念ですけどまあ仕方がないまあそんな感じでもん絶生体マックス を提供してていってる三つの部ですけれども今からねふくららはぎから、えー、太もものほう、ね、も,も,の方もほら痛そう痛そうに叫んでるんだけれどもねこれ椅子に座ってるところがどうしてもやっぱりここが当たってしまうので硬くなってしまいますからねここをしっかり緩めていきますよなんていうふうに言ってるんですけれどもやっぱりねここがね硬くなる人ね結構多いんですよねえっとね。 特に椅子に座っている人もそうですしあとね、ね硬いところに立っている人なんかもここのね服、えーえー、何ハムストリングが硬くなってしまうんですよね。でこのハムストリング硬くなってしまうとねやっぱり膝痛とか腰痛なんかにも効くのでここをね緩めてあげるだけでもやっぱり効効果果的的本当に効果的家族がいる方であればここの場所を踏んであげてください。えー 片方あの、壁側のところらへんに体を近づけていただいて家族の方にこの太ももを踏んでもらうだけでも、ね、腰痛とか、ね、意外と、ね、解消していくんですよね。まあ、全部が全部でなかなか難しいんですけれどもちょっとね片足をで踏んであげるようにするだけでも結構、ね、効果的だったりとかします。なのでご家族がいる方で、まあ、あんまり体重差とか年齢差とかその辺は、ね、自己責任でやってほしいんですけど先生が言ったからやったとか言ったらね そんなふうな責任を私に、ね、持ってこられても困りますけれども、まあ、あのとりあえずねこの太ももの後ろを、ね、ゆ緩めてあげると、ね、やっぱり効果的にめちゃめちゃ緩んでくれますからぜひね皆さんね、えー、やってみていただければなと思います。でああとととここねね、えー、座り仕事とかあと、ね 長時間運転する方なんかもねやっぱりね結構劇的にね疲れが溜まりやすいんですよねやっぱりアクセル踏んだり踏まなかったりとかその加減でねこの辺がね硬くなっちゃうんですよねあこれ痛がってるのね声を聞かせてあげたい本当に痛がってるんですけれどもねまあまあ言うてもね音声が取れなかった、まあ、これはこっちの落ち度ですから仕方がありませんねっ。 まあ、痛い痛い痛いっていうのをね聞きたい人見たい人体験したい人は覚悟を決めて「悶絶生態」「三つのまで奈良まで来ていただければね快適です。で今回横で見ていただいたので分かるようにね と同時に録画してますからあのお母さんと一緒にやってるんんですよねお母さんも痛がってるんですけれどもまあこれもね見せてあげたかったんですけれどもねまあ仕方がない仕方がないことは言っても仕方がございませんこっち側もね痛い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 っつってねやってます、まあ、こんな感じでね毎日繰り広げられるわけですよ、えー、タイミングっえばサト先生とねこうやってね土日だったらね マサト先生と一緒に受けることができたりとかしますね、こうやってやってますけど本当痛いですからね同じような感じでやってるでしょ私を受けるんだったらまずマサト先生を受けていただいてからね、私を受けていただいた方がいいと思いますけれども最近はねもう予約の方ね私も初めての方開始いたしましたから来ていただきたいという方はね あのいや、いつの間にできたの？そんな先生、そう知らないうちにね。 勝手に改善してますからその辺を見ていただいてね来ていただければいいんじゃないかなと思いますさあ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 10分ぐらいになってきてねちょうどいいタイミングになってきました今回はこんな感じでねふくらはぎと太ももをしっかりやっていくモンゼ絶整体でございましたマックスの動画はねまたもうちょっとしたらね公開しようと思いますからね、えー、次回の動画をお楽しみにくださいでは以上もん絶整体三つの部でしたまた見てね いいね。ボタンも押してね。じゃあまたね。バイバイ。